それはほとんどの生徒にとって初めての体験。松本市の学校で開かれた英語による歌と踊りのステージです。指導するのは、いきましょう。外国人の若者たち、県内の学校では初めての取り組みです。自分が何ができるようになったのか、自己成長をできれば次世代の教育に一つヒントになるようなプログラム。期間中、外国人たちは生徒の家にホームステイ。貴重な経験、文法はともかく伝えようっていう気持ちを大事にしたいです。ありのままの自分を表現すること。ステージを経て生徒たちが得た成長とは。長野県松本市にある松本修法中等教育学校。去年10月、県内の学校で初めてあるプログラムを取り入れました。並んでいるのはアメリカを中心とした外国の若者たち。さまざまな芸術分野の専門教育を受けてきたキャストと呼ばれるメンバーです。子どもたちと一緒に歌やダンスのステージを作り上げます。行きましょう。まずは挨拶代わりにショーを披露。みんなこのダンス好きで言う方は何でかというと、みんなのオープンランのショーのダンスこれだよ。We're gonna give you 5 minutes to learn this thing right now. みんなこれ5分で習っちゃうよ。You guys can pick any teacher that. みんなここにいるキャストを好きな人一人選んで、その人から習ってね。練習スタート。すると。徐々に動きが合ってきました。世界各国を巡り、音楽を通じた表現教育を提供しているアメリカの非営利団体ハートグローバル。1992年にプログラムが開発され、日本での活動は2006年から続いています。地域のコミュニティを訪れて活動することから始まり、徐々に学校教育の場にも取り入れられるようになってきました。国内では子ども向けのプログラムを開発・運営している NPO 法人が団体とパートナーシップを結んで招いています。未体験とかこういうものがあった時にちょっと臆してしまったりとか、
まあ、それが結果こう臆さずやれると自分の人生が変わったりとか、なんかチャレンジしてみたら知らなかったものができるようになったり、先入観を持ってしまうとチャンスが減るなっていうことを改めて大人になって思っていて、まあ、そんなことを子どもたちに少しでも勇気を与えられたらなと思って、まあ、この活動をやっています。はい、3日間のワークショップで英語の歌とダンスのショーを作り上げます。松本市の松本修法中等教育学校は2010年に創立した完全中高一貫校です。その特色を生かした少人数制のきめ細かい教育などが特徴で、 1,2 年で中学校課程を終え、早い段階で高校課程も終了。高校の 2,3 年にあたる 5,6 年生では大学受験をはじめ、生徒が主体的に学べる環境を整えています。そんな環境に加え、生徒が持つ成長の可能性をさらに広げようとハートグローバル事業を導入しました。このハートグローバルっていうのは、その自分が何ができるようになったのか、自分が何ができなかったのかっていう、その自己確認とか自己成長をできる場ですし、同時にその30人からのネイティブのキャストがお見えになって、でその方と一緒に一つのものを作り上げる、しかもオールイングリッシュで、その身体表現や感情表現を使って作り上げるっていうのは、やっぱり唯一無二のプログラムだと思いますから、まあ、こういうこう次世代の教育に一つヒントになるようなプログラム、ひょっとしたらこういう教育がこれから先トレンドになるんじゃないかなと思ってですね、取り入れさせていただきました。中学2年生の小池葵さん、演劇部で主に照明などの裏方を担当しています。恥ずかしがり屋の性格で人前に出るのは得意ではないそうです。このプロジェクトみたいなのを通して、友達と一緒に楽しんで、いい思い出に残る3日間にできたらなと思います。3日間で成し遂げたい目標があります。英語が苦手なので、なんか文法はともかく伝えようっていう気持ちを大事にしたいです。初日の夜、小池さんの家に3人のキャストがやってきました。期間中ホームステイをするのです。 Welcome my home. Ah, beautiful. 翌日用に作るおにぎりの具材について話をしています。あと昆布は、牛のコーン、ふりかけはないわな。梅、おしわ。なんか、サワープロム。こんな風にキャストたちも日本の文化に触れます。外人の方が家に来るのは多分初めてだと思うので、とても新鮮でワクワクしています。 I want to spend the next 4 days trying to immerse myself in this new family because they're super cool, even though I've only known them forAn hour. I try and leave with a certain part of the family's culture to take with me to then share with other people. Touch, kawaii, onigiri, superstar, power, 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 motto, motto, power. Mahjong.
初日の食卓はピザ。2日目はいただきまーす。Let's eat. Wow. Fantastic. 今日はこんな感じでーす。Taste good? おいしそう。おいしい、おいしい、おいしい。3人は父高道さんが住職を務める寺で座禅の体験もしました。2日目の練習は7時間にも及びました。いよいよ本番を迎えます。グループを組んで一人の動きを真似る練習。お前さ、ね、ダンスのレッスンはみんな初めての経験です。みんなだから今やったみたいに自分をさらけ出して勇気を持って自信を持って今日だけじゃなくて明日も1週間後も1年後もずっとずっとこの先持って生きていってほしいよ。はい、で自分に拍手。I love you. そして大勢の保護者が駆けつけ迎えた本番。お客さんの皆さん準備はいいですか？ではソロパートに指名された生徒たちもいました。こちらの生徒はリハーサルではしなかったある行動を取りました。後ろ向いたりとかしてみたんですけど、まあ、みんななんかもうめっちゃノリノリでこううわーってやってて、ああやっぱなんかやってよかったのかなとか思って、自分を出せる、まあ、自分を出すっていうのが多分言葉に表すならそうだと思う。自分のやれることはもうちゃんと全力でやりきるっていうところが。一方こんな経験をした生徒も。なんとかやり遂げたいという気持ちで本番に臨みました。しかしマイクを持った瞬間に緊張に飲み込まれてしまい、心を込めて歌うことができずにとても悔しかったです。緊張に勝てて伝えたいものを全て出せるようにこれから頑張っていきたいなって。どんな経験もショーを作り上げる過程が学びにつながります。最初は遠慮とか、なんか周り見ながらみたいな感じだったんですけど、なんか最後はもうみんなで盛り上がれた感じがしました。別れの朝がやってきました。キャストは総勢31人、14家族が受け入れました。
3泊4日で築いた絆。Keeping yourself, yeah, and yeah, be good. Do good. You're gonna do good things, yeah. Okay. Thank you. とても寂しくて名残惜しいなって思いです。恥ずかしがり屋でもなんかキャストの人が後押ししてくれて発表したりとかいろいろ。できた一生も宝物になるような3日間でした。頑張って。バイバイバイマーク。また切ったよ。また切ったね。また切ってね。それから4ヶ月。学校では生徒たちの様子に変化が生まれているそうです。なんかたまに生徒に勇気を出していきなり発表しましょうとか言って、あのたまに生徒がああハートグローバルみたいに初めて見てすごいびっくりした、うん、うわそうすごいみんなはパワーあるね、うん、ちょっとこの子は恥ずかしい、この子はちょっと発表やりたくない、はい頑張って頑張って頑張って、でもその後みんなの自信は上がったそう、うん、でもうんだからすごいポジティブになったね、うん、海外のキャストさんだったのでなんか海外に対しての興味も湧きました。人の前に立つのがやっぱ苦手だったんで、はい、人の前に立って歌うのはちょっと嫌だなっていうのが最初に。でも正直やった後はそんな嫌だったなっていう気持ちはあんまなくて、はい、まあ緊張だと少し楽しかったなっていう気持ちもあったんで、やっぱりあの時断らなくてよかったなと思いましたね。学習発表会ではその成果が発表されました。ハートグローバルを終えて、私は英語にもっと触れることが大切だなと思い、映画やドラマなどを英語で視聴するようになりました。ワークショップで受けたインパクトの大きさと英語力の変化を、あえてこんな風に伝えました。It was little hate to speak in English in みんなの前で。これがこんなに進化しちゃいました。Initially, speaking English in front of many people was very embarrassing. But after participating in Heart Global, communicating in English became very enjoyable. Thank you for listening. Language 教諭の松本優香さんはこの学校の卒業生でもあります。3日間ですかね、自分と向き合って、自身の感性とか価値観を見つめ直したりとか、それらに気づく機会になったんじゃないかなと。松本修法中等教育学校が大事にしていることにも通じるものがあると感じています。今結構自主活動を精力的にやってる生徒も多くて、その輪がすごい広がってるなっていうのはとても感じるところです。自主活動、それは学習とは別に生徒が自ら関心のあることや好きなことを探求する取り組みです。例えば4年生の米久保圭吾さん、去年の夏にある資格を取得しました。それは気象予報士です。合格率わずか 5% 程度の難関資格の取得を目指し、1年間独学を続けました。まあ、同学年の人たちが受験という、まあ、大きなチャレンジをしている中で、自分も一つ大きなチャレンジをしたいと思って、一つその教科ではない勉強をすることで個性が獲得できるかなと思いました。そしてこちらは私たちは
鉄道同好会です。ホタルの名所辰野町の夜の風景を鉄道模型で再現しました。実際に見に行ってきたんですけども、まあ、その時に見た景色があまりに綺麗だったってこともあって、ぜひこう同好会だけじゃなくて全国に発信したいなと思って。有志が一丸となって作った作品は高校生の全国コンテストで見事入賞。地元の松本駅や辰野町で展示もされました。7時間ぶっ通しでやるっていうので、あの技術もつきましたし、もともとメンバーの中でそんな長時間一日中喋りながら作業するっていう機会ももちろんなかったので、そこでの仲も深まったのかなと思います。来年はてっぺん取るぞ。おー、自分はこういう教育を受けたいんだよと、こういうことを成し遂げたいんだよと、それにふさわしい環境はここだっていうふうにして学校を選べるようになってくると、もっともっとその、まあ、県もそうですし地域もそうですし、まあ、明るいこう教育に対して明るい兆しっていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。2月上旬小池さん一家は再会の約束をしていました。Hi. Hello. How are you guys? Genki. 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 別の場所で公演を終えたばかりのカーソンさんです。何の役をしてるんですか？ I get to dance with a bamboo stick. 新しくどんな日本語を覚えましたか？ここ。こっち。そっち？あの日以来の会話。しかし葵さん、なかなか話しかけられません。19個豆は食べたんですか？するとここで2人でも話したい、うん、2人で話したいそうなので、うん。Okay, okay. どっか行ってた。どっか行ってた。Will you come to Matsumoto again? I don't know, but I will try. One day I will come back to Matsumoto.学校の演劇部で照明や音響を担当している葵さん、報告したいことがありました。自分たちで脚本書いてそれをやるよ。 That's awesome. That's so cool. Is it with your school or is it a separate theater program? 学校外の友達とみんなで作ってるよ。電撃したいなっていう学校外で。で、演劇して、なんか、脚本もどうやって書いてるのかなみたいなことをやってみたい。めっちゃ、めっちゃすごいです。I love you guys. ありがとうございます。大好きだよ。好きだよ。I love you. これまでしたことのない挑戦に一歩踏み出しました。勇気を出して外国人たちと一緒にショーを作り上げた3日間。達成感、挑戦することの大切さ、失敗から得た学び、一人一人が気づきを得たプログラムは来年度も予定されています。